皆さん、こんにちは。今日は正直な木こりを一緒に読みましょう。ある村に一人の貧しい木こりがいました。木こりは毎日森へ行って斧で木を切り、それを市場で売りました。そのお金で家で使うものを買いました。ある日のことです。木こりの斧が川に落ちてしまいました。木こりは泣き始めました。木こりは泳ぐことができませんでした。水の神様は木こりをかわいそうに思いました。水の神様は外へ出てきました。そして木こりに聞きました。どうして泣いているのかね。木こりは答えました。斧が川に落ちてしまったんです。これから私はどうやって木を切ったらいいのでしょう。水の神様は川の中に入っていきました。そして金の斧を持って出てきました。神様は木こりに聞きました。この斧はお前のかね？木こりは答えました。いいえ。水の神様はまた川の中に入っていきました。そして銀の斧を持って出てきました。神様は木こりに聞きました。この斧はお前のかね？木こりは答えました。いいえ、これも私のではありません。水の神様は三度川の中に入っていきました。そして外へ出てきたとき、神様の手には木の斧がありました。木こりは大喜びで言いました。そうです、そうです。それが私の斧です。水の神様は木こりの正直さにとても満足しました。神様は木こりに木の斧と一緒に金の斧、銀の斧を褒美としてあげました。今日のレッスンは形容詞の名詞化です。形容詞を名詞にします。イアジェクティブは、いをとって、さとみをつけます。For example, 高い、高さ、高み。ナージェクティブは、そのまま、さとみをつけます。新鮮、新鮮さ、新鮮味。高さ、高み、どちらも英語はハイトです。でも日本語ではちょっと意味が違います。さはディグリーです。For example, 富士山はどのくらい高いですか？富士山の高さはどのくらいですか？富士山の高さは3776メートルです。みはこと、ところという意味です。高いこと、高いところ。For example, 山の高みに登りますは、山の高いところに登りますという意味です。もう一つ例を見てみましょう。深い、アジェクティブです。深さ、深み、ナウンです。深い、アジェクティブ。深さ、深み、ナウン。深さはディグリーです。この川の深さはどのくらいですか？この川の深さは1メートルです。彼はこの川の深みで溺れました。
彼はこの川の深いところで溺れました。Please note, not all of adjectives follow this rule. Some adjectives even cannot make me noun. For example, 正直のアジェクティブです。正直さ、OK です。正直み、ダメです。